はい、こんにちは。自営業専門税理士、川見奈美です。本日の YouTube 動画はですね、初めての確定申告で不安。いやいや、初めてではないんだけど、今年の確定申告も不安すぎるという方は必見の動画になっております。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、インスタ、Twitter、また最近 Voicy も始めてますので、そちらの SNS もぜひチェックの方お願いします。また、自営業フリーランス向けに必要な情報を一冊にギュッとまとめた本も出版してます。こちら、さらに重版3回目が決定しましたので、ぜひ皆さんこちらの本、確定申告シーズンの参考にしていただけると嬉しいです。また今、2冊目の本を年明けにインボイス制度の方も出版しますので、そちらの方もお楽しみにしておいてください。それでは早速本日の動画に行ってみましょう。はい、それでは本日の内容です。今年の確定申告が不安ということで、スタート編について動画で解説をしていきたいと思います。今年初めての確定申告なんです方も2年か3年やってるんですけど、とにかく毎年確定申告が不安。何を準備すればいいの？一体確定申告って何をしてるのかについて、スタート編ということでね、分かりやすく解説していきますので、本日の動画もぜひよろしくお願いします。はい、本日の内容です。まず、確定申告の基本情報。一体確定申告ってどういうもの？基本を解説します。そして次に、確定申告の全体の流れを知っておこうで、一体どういう流れで全体がいくのか、そこを知っておいて確定申告をするとぐっと楽になるので、そちらの方を紹介します。そして、事前に準備するべきことのポイントをまとめました。そして、確定申告を本番に向けてどういったことをしておけばいいのかということまでね、解説してますので、ぜひ動画の方最後までご覧になってください。最後まとめ、本日はこのような流れでいきますので、よろしくお願いします。はい、まず確定申告の基本なんですけど、何をしているかと言いますと、あなたのビジネスの1年間の結果を報告してというものが、本当に簡単に言うと確定申告の基本になります。一体あなたが1年間、要は令和4年分のビジネスの結果を報告してくださいね。その結果を記入するものが確定申告となります。じゃあ、どこに結果を報告するのかというと、これは皆さんご存知の方多いと思います。税務署に確定申告書を提出することで、税務署に報告をします。そして、自分で税金額を計算して提出します。その計算をしているものが確定申告書になります。とにかく、ビジネスの結果をまとめ、報告して、税金額を計算して税務署に提出、報告です。では、一体1年間のビジネスの結果といって、いつからいつまでが自分のビジネス1年間の結果なのか、こちらの表を見てください。1月の1日から12月31日で、個人事業主の場合は切ります。なので、1月1日から12月31日、今年で言うと令和4年分のビジネスの結果を確定申告という用紙に記入して、令和5年の3月の15日までに提出してくださいね。この締め切り日がよく聞くね、確定申告は3月15日までですよって聞くと思うんですけど、この締め切り日のことを言います。ですので、皆さんのビジネスの1年間、1月の1日から12月31日の結果を確定申告という用紙を使って、3月15日までに提出をします。そして、提出期限について簡単に紹介します。今年令和4年分の確定申告は、2月の16日から3月15日の間に出すというルールになっております。今年はね、土日もかからないので、例年通り16日スタートで3月15日締めになります。そして、還付申告はこの2月16日を待たなくても、1月の1日年を明ければ提出することが可能ですので、もし還付申告の方はこの時期やはり混みますので、早めに出すことをお勧めします。そして、もう一つポイントなんですけど、確定申告は5年間遡ることが可能です。去年確定申告ねしたら税金戻ってきたのに忘れてたって方は、遡ることができますので、そちら頭に置いておいてください。それでは、この確定申告の税金額の計算の仕組みについて、次のスライドで簡単にね、なるべく分かりやすく説明をしていきます。はい、確定申告の基本なんですけど、じゃあビジネスのね、報告を、何を報告すればいいこと、これがメインになります。1年間の売上からかかった経費、支払った経費を引いた利益を報告してくださいよということです。図で表すとこのようになってます。これは私が出版した本から持ってきた図なんですけども、売上、製品やサービスの販売で得た代金から経費を引く、要は事業で使った代金ですね、ガソリン、交通費、車両、パソコン代、打ち合わせ等々、費用を引いた残りから引いた金額が利益、儲けになります。これがあなたの所得とみなされる金額になります。これを出すのが確定申告の計算用紙を使って、利益の金
額を出します。ざっくり確定申告の税金について解説すると、この残った利益、売上から経費をついた利益について税金がかかってくるため、この売上がわからないとまず出ませんし、同じく経費がわからないと利益も出ないので税金も出ないという流れになっています。これが一番のベースの考え方ですので、しっかりと押さえましょう。次、もう少しね、解説をしていきます。次は全体の流れを把握しようということで、全体の流れから解説をしていきますね。まず、ステップ1です。前のスライドで紹介したように、1年分のあなたのビジネスの売上高と経費を把握します。これは経理をすることによって把握をすることができます。そして経理ができて、1年分の売上と経費を把握できたら、次、ステップ2として、所得、要は利益がいくらかが出ます。その次に、ステップ3です。税金額を計算して、ステップ4がこの計算したものを税務署に報告する、まあ、確定申告書用紙を提出するってことになります。このようにステップ1、2、3、4と流れていきますので、しっかりと押さえてください。そしてこの報告方法なんですけど、これが先ほどから言っている確定申告用紙を記入する、もしくは確定申告用紙を印刷して税務署に出すことになります。で、この確定申告用紙っていうのが何が書かれているかと言いますと、1年間のビジネスの動きを数字で記入した用紙になります。この確定申告用紙によって、あなたの1年間のビジネスを数字で見える化できるという、ある意味効率的な表なんですね。じゃあ一体どういった表なんですかと言いますと、こちら皆さん見たことあると思うんですけど、順番に紹介をしていきます。はい、こちら国税庁の案になるんですけど、今年令和4年分の確定申告用紙っていうのはまだ案の段階で、印刷がまだ年明けなのですり上がってないんですね。今年はこのように変更されるよという方で、案ということで載せておきます。このように申告用紙1票2票ということで、まず2枚用紙があります。そしてこの申告用紙の変更が今回ありまして、前回この令和4年度確定申告こう変わるよというところで解説してるんですけど、今まではここが申告用紙 A と申告用紙 B という2種類があったんですけど、統一されてこの申告書、今出ている案のみに統一される予定ですので、皆さんも申告書 A、B はないので混乱しないように頭に押さえておいてください。そしてこちらの用紙ね、見たことあると思うんですけど、自営業の方はもう1種類確定申告用紙を作成して提出をします。それがこちらの用紙になります。はい、青色申告の方はこちらの用紙を出します。見たことね、ある方いると思います。過去のね、動画で確定申告シーズンに出す動画でも、こちらの方に実際に数字を一緒に入れていこうというものもありますので、ぜひそちらの方も見てください。そしてこちらは青色の用紙のサンプルで、次、白色申告の方はこちらの用紙を使いますので、皆さん自分が青色か白色かによって使う用紙異なりますので気をつけてください。ですので、先ほど案と言われていた第1票第2票と、この青色の方は青色の申告用紙を、白色の方はこちらの用紙を提出すれば、確定申告というのはメインに提出する用紙は以上になります。その他ね、もちろん添付する資料とはあるんですけど、確定申告書、要は数字を記入するものとしては今紹介したものになります。次、もうちょっとね、詳しく解説をするので、全体のね、確定申告の計算の後アフターですね、お尻の方までちょっと解説しますので、もう少し頑張ってついてきてください。事業所得における所得税の計算方法ってあるんですけど、先ほどね、ここ冒頭のスライドで押さえたように、皆さん売上から必要な経費を引きますよね。そっからさらに青色申告特別控除っていうのは聞いたことあるんですけど、こちらが上限最大65万円、55万円、10万円というふうに選べます。そして自分のこの青色申告特別控除はいくらなのか、該当するものによって金額変わりますので、上限65万円だとしたら65万円引きます。そうすると所得、要はね、利益、儲けが出ます。そしてもし前年から繰り越してる赤字の金額等あれば、さらに引くことができます。ない方はそのままです。そしてさらにここがね、もう一つね、先ほどスライドしたものよりももう一つ踏ん張ってほしいんですけど、所得控除というものがあります。そして今最初のスライドで解説した売上から経費を引いた利益、儲けを出そうっていう計算用紙は、先ほど紹介したこの青色申告決算書という用紙で計算をします。白色の方は、先ほど白色の用紙はこちらですよっていう用紙を使って計算をします。そしてさらにここから、要はね、ここで出た利益からさらに所得控除ができますよと。そしてこの所得控除を引いた金額が最終的にこの所得金額になり、これに所得税
がかかってきます。所得税の税率は皆さんご存知のように 5%、10%、15% というね、だんだんと階段式に上がっていく累進課税というものを使われています。そしてこの所得控除をする計算用紙が先ほど案として紹介した確定申告書用紙の1票2票を使って所得控除の計算をして税額を計算するという流れになります。ですので先ほど青色の方が使う用紙はこれですよといったところで何をしているかというと、売上から経費を引く、そしてビジネスの利益儲けを出すということをして、その後所得控除等々いろいろ住宅ローン控除とかありますよねということで、確定申告書の方で計算をして税率をかけ税金額を計算して、そして所得税額、要はここで税額が出ます。そしてこの税額を税務署に報告提出することで、その他お住まいの市区町村等々に情報が行き、事業税が発生する方は事業税が、お住まいの住民税の金額が決まり、国民健康保険に変えられている方はこの国民健康保険の金額が決まるという流れです。これが確定申告の一連の流れになりますので、このお尻のところまでしっかりと押さえておくと、一体どうして住民税が決まってくるのか、知らないうちに国民健康保険が上がっていたという、ね、ことにならないので、すべてこの確定申告シーズンに提出する確定申告書によってその他の税金額が決まってくるというふうに覚えておいてください。というわけでね、一連の流れ大丈夫でしょうか。それでは次にね、もうワンステップ登りますよ。この所得控除には一体どういう種類があるのかについてね、スライドで簡単に解説をしていきたいと思います。はい、所得控除の種類です。これ一つ一つ紹介しているとものすごく長くなってしまうので、ざっといきますね。医療費控除というものがあります。これ皆さん聞いたことあると思うんですけど、医療費がたくさんかかった年には医療費控除ができる。また寄付金控除も有名ですね。これはいわゆるふるさと納税がメジャー有名どころです。そして雑損控除というものがあります。これは自然災害があった方にはその損失を控除できるよというものです。社会保険料控除は何かと言いますと、国民健康保険の支払いや年金の支払いをここで控除することができます。そして5つ目、小規模企業共済と掛け金控除。これは小規模企業共済の掛け金とイデコの掛け金が控除対象になるよという控除です。そして生命保険控除や地震保険控除があります。このあたりはね、皆さん会社員の時にもね提出したりしてるので聞いたことがあるのではないでしょうか。はい、さっくりと次のスライドまだあるので紹介していきます。はい、次が障害者控除です。これは障害者を扶養される方が該当する控除です。そして一人親控除、これは離婚や一人親の方が該当する控除内容です。勤労学生控除は自分は勤労学生の場合に該当する控除です。そしてこちら配偶者控除、このあたりね皆さんよくご存知だと思います。所得が48万円以下だと配偶者控除に、配偶者特別控除っていうのもあって、要は年間103万円以上パートやねアルバイトで稼いでる場合には特別控除になります。これがどこまであるかと言いますと、所得ですね、所得が48万円から130万円以下だと配偶者の特別控除ということで控除がもらえます。そして扶養控除、これも有名ですよね。16歳以上か扶養親族の方がもらえる扶養控除です。そして基礎控除、これは誰でもついている控除になります。控除額が48万円となります。以上ざっとね早口で紹介しましたけど、この2つの控除内容もっとじっくり知りたいよって方はね、過去に動画ありますので、そちらの方見ていただけると一つ一つもうちょっと丁寧に解説してるはずだと記憶しておりますので、おそらくもう少しゆっくり解説してますので確認をしてみてください。今回押さえたいのは、この売上から経費を引いた事業所得から、さらにね2つのスライドで紹介した所得控除を引いて税率をかけ所得税額を出しますよっていうことを押さえていただければ OK です。次はですね、事前に準備するものを簡単に順番に紹介していきたいなと思います。まず経理作業、帳簿の作成、経理と呼ばれるものですね。これをしなければ結局何事も始まりません。レシートや領収書の整理、また通帳、カード、取引明細書をきちんと出して分かるような手元に一箇所にまとめておく。これがないと帳簿、経理ができません。まず一つ目にすることは経理作業になります。そしてから申告書の提出方法を決めましょう。自分は何で提出するのかによって準備するものが変わってきますので、しっかりと押さえましょう。手書きや印刷で提出する場合は申告用紙の入手が必要となりますし、もし e-tax で送るっていう方は国税庁のホームページに行っていただいて e-tax の方に進んでいただく。また会計ソフトね、独自の会計ソフトを使ってらっしゃる方いると思います。どういったものかというと、フリーとかマネフォワードさんとか弥生会計さんのところはソフトからそのまま電子申告できるっていうものが多いですので、そちら使う方はそちらの準備を。そしてマイナンバーカードがまだないよっていう方は e-tax するときに必要になるケースが多いですので、マイナンバーカードの準備を急ぎましょう。そして IC カードリーダーライトを使って送りたいっていう方はこの IC カードリーダーライトの準備も必要となります。スマホでマイナンバーカードを読み取って e-tax をする、 IC カードリーダーは使わないっていう方は自分のスマホが対応可能の機種なのかどうかの確認を事前にしておいてください。対応不可能スマホを使っている方が慌てて
IC カードリーダーまた買いに走ったりとか注文したりってなるとまたタイムラグが発生しちゃって準備がバタつけますので、事前に提出方法を決めておくとスムーズにいきます。この話はですね、先週の動画にもう少し詳しく書いてありますので、そちらの方の動画をぜひ参考にしてみてください。はい、そして順番に準備するもの、次いきますね。3つ目、必要書類を集めましょう。これはどういう必要書類かと言いますと、先ほど紹介した控除関係の証明書です。生命保険控除とか地震保険の証明書等々、たくさんの控除証明書が手元に届いてきているはずですので、こちらの必要書類を一箇所にまとめて保管をしておく、気をつけてください。そしてふるさと納税寄付金控除がある方はふるさと納税の控除証明書というものが届いていると思いますので、そちらの方もしっかりと全部集めておきましょう。これね、漏れてしまうと自分がもったいないことになってしまいますので、必要書類はしっかりと集めましょう。また源泉徴収票がある方や住宅ローン控除関係の書類がある方もしっかりと確定申告が始まる前に集めておきましょう。そしてここポイントなんですけど、手元に全てあるのかきちんと確認してください。再発行しようってなると、紛失した場合は再発行可能なんですけども、やはりその再発行に時間がかかってしまうので、手元にないなと思ったタイミングでもう再発行はかけないと確定申告にまたバタついてしまう原因となりますので、しっかりと確認をしてください。4つ目、電子でねする方は確定申告作成コーナーからね e-tax 使う方多いかと思います。この確定申告の作成コーナー、いつからスタートするんですかっていう質問がねコメントで結構あったんですけど、令和5年の1月上旬に公開予定ですので、それまではねこの e-tax を使った確定申告を送るっていうことはできませんので、お気をつけください。ですので令和5年の1月上旬ならまだ先なのかと思わずに、今紹介した 1,2,3 のステップを順番に事前に準備しておくと確定申告がスムーズになりますので、おすすめです。はい、そしてこの確定申告作成コーナーが公開されたら、次は環境の確認をしないといけません。要はパソコンで e-tax する方はパソコンの環境設定が確認になりますので、お気をつけください。これねギリギリになっていざね確定申告やろうと思うと皆さんハマるポイントになりますので、すぐに使えないんだっていう風になるとまたバタつく原因です。そしてもう一つ、セットアップが必要になりますので、これはね毎年セットアップ必要になりますので、その時間を考慮して事前準備をしておくことを強くお勧めします。はい、すでにね令和4年分の確定申告特集準備編というものはもう公開されてますので、事前にもう少しね知っておきたいよって方はこちらのページ、国税庁のリンク、また概要欄に貼っておきますので、そちらの方ぜひねチェックしていただければと思います。はい、本日のまとめです。今年初めての申告の方ほど絶対に戸惑います。前もっての準備が正解です。そしていやいや私初めてじゃないし2年目以降だもの大丈夫よっていう方にお知らせです。人間の1年前の記憶なんて本当に当てにならないです。綺麗さっぱり記憶がないなんてね言葉をね皆さんからよくお聞きしますので、2年目以降の方も気を抜かずに事前準備の方をしっかりとしていきましょう。そして事前にね準備をしておく、事前に学ぶ姿勢があると確定申告にバタつかないですし、スムーズな確定申告になります。間に合うか間に合わないかギリギリ、もうドキドキハラハラっていうのはもう卒業しましょう。はい、そして最後は未来の自分を助けると思って今から準備していきましょう。これはね未来の自分はいつかっていうと来年の2月3月の未来の自分のことです。それではね今日は確定申告についてスタート編ということで動画でいろいろと説明をしました。皆さんしっかりと押さえておきましょう。私もオンラインサロンを運営しています。メリットが3つあって、1つ目がオンライン上で質問や相談をいつでもすることができます。オンライン上に税理士を味方につけるというイメージです。 Facebook の非公開グループで運営をしております。そして2つ目のメリットはサロン Zoom を定期的に開催しているので、 Zoom 上で私に直接相談や質問をすることができるのと、また他のサロンメンバーさんと異業種交流会ができるということでサロン Zoom 好評です。そして3つ目、税理士の裏側を公開しています。経理や税金のね新しい情報、またビジネスの考え方、ボイシー、YouTube、TikTok などなど撮影の裏側もオンラインサロンのみだけに投げてますので、参加したいなとか気になるよって方は概要欄のリンクから詳細飛べるようになってますので、ぜひよろしくお願いします。そしてまた冒頭でも紹介したように、私の出している本がね3回目の重版が決定いたしました。自営業フリーランス向けに必要な経理、節税、確定申告の情報が1冊にギュッとまとまった本になってますので、ぜひぜひよろしくお願いします。そしてもちろん YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。チャンネル登録をして
していない方が8割程度っていうねデータが出ているので、まだまだ見てくださっているんだけどチャンネル登録してないってことがたくさんいるって方で、ぜひチャンネル登録をおすすめします。またコメントやいいねしてくださると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また私はその他 SNS は Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやってますので、それぞれの SNS 違った情報を投げてますので、気になるよって方は SNS の総フォロワーは20万人を超えているところですので、皆さんぜひぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画は以上になります。いつも最後まで見てくださっている方、本当にありがとうございます。確定申告シーズンということでね、税理士もいよいよと繁忙期に入っていくわけですけど、かなり私もね1月2月3月はもうね1年の中一番忙しくて働くと決めてますので、がむしゃらに働いて頑張りたいと思います。またね顧問先のお客様がね今この時期は第一優先になりますので、無事に今年も確定申告が上がることを祈りながら、そして皆さんの確定申告がスムーズにうまくいくようにということでね、いつも役に立つ動画や投稿を心がけてますので、ぜひぜひ引き続き私の YouTube よろしくお願いします。それでは以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの YouTube でお会いしましょう。その他 SNS でもお待ちしています。それではまた。